はい、どうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄太です。今回はですね、つい最近限界突破耐久ライブっていうものをやって、まあ、その企画の趣旨は人間は何時間連続で勉強できるのかっていう、まあいわゆる頭悪い企画ってやつなんですけど、まあそれをやりまして、でまあなんとか結果は25時間勉強をやり通すことができたんですけど、やってみて思ったこととかについて話していけたらなと思ってます。そもそもこの企画やろうかって思った理由ってのが、12時間耐久で勉強をずっとやろうっていう生配信を2回やったんですけど、そっちは2回とも普通にクリアできて、あ、意外といけんじゃんみたいなノリで、じゃあどこまでいけんのかみたいな、ちょっと、まあ、企画として面白くねみたいなノリで最初始めたんですよね。でそしたら、まあ、思いのほかきつかったという感じなんですよ。何がきつかったって、まず20時から始まったんですよね、夜の8時から。で僕普通にその頃なんかめちゃくちゃ生活リズム良かったんで、その夜8時の時点でちょっと眠気が来てるんですよ。そっから始めてもう本当に6時間ぐらい経った深夜2時ぐらいとかマジできつくて、もうなんかトイレ行った時に LINE でルークに、もうマジで今日きついわ、12時間もいけんかもしれないみたいな送って、でまあいつものノリでいけるっしょみたいな感じで帰ってくるといったまあ感じだったんですよね。でまあやっていくうちに、なんかこうやっぱ自分の中で生活リズムが形成されてるから、その昼頃になってくると結構ね、むしろ元気になってくるっていうか、体力回復してくるっていうか、もしかしたら深夜テンションなのかもしれないんですけど、なんか不思議とどん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 体調も良くなって、お、なんかテンション上がってきたわみたいな感じで、まあ最後の方はちゃんとできたといった感じだったんですね。だからまあ思ったのは、やっぱり生活リズムっていうのはあるんだなっていうのが、24時間通せばちゃんと自分の生活リズムに合わせてきつい時ときつくない時が波となってあって、進捗度が全然違ったんですよね。だから皆さんもちゃんと生活リズムっていうものを意識した上で、あまり無理せずちゃんと効率いい時に集中して勉強するっていうことをやるべきだと、まあ当たり前のことを身をもって実感したって感じですかね。あとその裏テーマとして、今回結構頑張ったんですけど、その頑張れたその原動力として、僕の中でこの配信を通して勉強ってかっこいいんだよっていうところを見せたいっていう、まあ、そういった裏テーマがありました。今世間では結構勉強するっていうのが必ずしもプラスじゃないっていうか、なんか陰キャっぽくねみたいな、そういった風潮ってなんだかんだあると思うんですよね。友達と遊んでてすごい仲良かった人が、最近勉強見入ってるからあまり遊べなくなっちゃったみたいな、いやあいつなんか陰キャになったくねみたいな、そういう風潮ってまあ多少あると思うんですけど、全然そんなことないですね。だから本当に勉強っていうのはかっこいいもんだ、だからそういったなんか陰キャ風な風潮っていうものを少しでも取っ払いたいなみたいな、そういったちょっと裏テーマがあったわけですね。まあ実際最後の方とか、こうまだやってんのみたいな、すげえなんか感動したみたいな、やっぱそれが一つのこうなんて言うんだろうな、団結力っていうか、感動をドラマを生んでて、それが本当にその自分の中の裏テーマを達成できたなっていう風に思ったっていう感じですかね。でそうですね、だから、まあ、単純に僕が勉強したいっていうのもあるんですけど、その来年の1月、2020年1月に12時間耐久配信ライブをまあ何回も結構な頻度でやっていこうと、でちゃんとまあ生活リズムに合わせて9時から21時っていうのでやっていこうかなと思ってるので、ぜひ皆さんも、あ、勉強かっこいいなって思いながら参加してもらえたなと思います。でその時僕自身も医師国家試験の受験生なので、なんていうか普通に受験生同士一緒に頑張ろうぜみたいな感じで僕もあの勉強してるので、一緒に頑張れたらなと思います。あと、あ、そういえばその限界突破耐久ライブの時に全無視してしまった米たちがたくさんあの屍のようにあるので、その米たちにこの場を借りて、まあ、答えていこうと思うんですけど、まあ、どんなのがあったかっていうと、例えばじゃあ、あ、そうだ、音楽とかその何を聞いてたんですかみたいな質問結構多くいただいて、まあ、クラシックじゃねみたいな、それからノイズキャンセリングじゃねみたいな、
なんかいろんな憶測が飛び交う中答えるのすごく申し訳ないんですけど、普通になんかロックのいろんなアーティストのロックのプレイリストを片っ端からそのランダムで再生してみたいな感じでしたね。これについてはまあさすがにその24時間ぶっ通しでやってればもうね脳がね飽きるなんかね刺激が脳にいかなさすぎてもうね紙からの情報がね単調すぎて脳がね思考停止するからちょっと新しい刺激入れてやろうみたいな感じで音楽聴いてっていう風にしてて、でこういやでも音楽聴いてて集中できないっしょみたいな感じでもコメントで書いてあって、集中できるんですかみたいなのあったんですけど、僕はその音楽は本当に物によりますね。でそのインプット系は割と音楽はあまり集中できなくて、アウトプット系は僕結構音楽集中できるタイプで、だから現代文とか文章を読んでその中意味を理解してっていうところの時に音楽があるとマジでその歌詞とかが邪魔をするんですけど、自分の入ってるものを吐き出すっていう場、例えばじゃあ数学の演習もそうですし、あとその勉強してたのは医師国家試験なんですけど、医師国家試験で1回インプットしたものを問題集を通してアウトプットとか、まあもう結構過去に覚えたものを確認するっていう作業の時は、まあ、問題なくそのむしろ音楽あった方がリラックスして集中できたので、まあやってる内容によって使い分けっていう感じですかね。あと、まあ、音楽以外には食べ物について結構なんかありましたよね。サバ缶とかトマトジュースとか、あとなんだっけな、まあウィダーとかなんかモンスターとかいろんななんかいろいろ撮ってたけど、まあ普段の食生活全部あれではないですね。もう間違いなくもうね限界突破耐久ライブでもう机に置けて手軽に食べれるものっていうので、そういうものでかつその栄養価が偏ると本当にもう体が限界に来てて栄養価も足りてなくて体壊すって思ったから健康にいいものを選んだっていう感じですかね。まあもちろんサバ缶とか結構な頻度で食べてるんですけど、さすがにあんなこう1日3個4個はお腹すくたびにサバ缶とサラダ食べてみたいな、それはしてないですね。はい。あと他には、あとあれか、何やってたのみたいな、勉強何してたのみたいな質問も結構多くて、僕2月に国家試験があって、で本当に他のこととかいろいろやってる中で医師国家試験の勉強後回しにしちゃってて、結構今やばい状況なので、まあ、その勉強してたと。具体的には、循環器とか、まあ、内分泌、腎臓、感染症、公衆衛生あたりをその時にはやったかな。で大体800ページぐらいかな、合計やったっていう感じですかね。で12時間耐久の時500ページぐらい進んだんで、まあもう25時間で800ページだと明らかなペースだっていうのはもうそれだけで見て取れますよね。だからもうね、まあ本当にね、量より質、まあ量より質っていうか、そのなんていうんだろうな、質がちゃんと担保できる中での量をこなすっていうのが結局は一番大事。もう僕はその限界を突破してるんで、てか限界突破ライブなんで、限界突破して質をもうないがしろにして量をこなしてたというわけで、まあ結論から言うともうするべきではないですね。はい。その25時間はまあちょっとする意味もないんですけど、あとあれだ、あの最後に登録者数100万人超えたら48時間耐久ライブやろうかなみたいなことをふざけて言ったんですけど、まあそれはこうご期待みたいな感じで、はい、こうご期待ってことはまあやるってことになっちゃうのかな。まあいっか、まあまあまあそこはまあこうご期待っていうことで、まあでも100万人目指してね、これからも頑張っていくのでね、でそのぜひ引き続き応援よろしくお願いします。で1月にも耐久ライブやるので、受験生同士一緒に頑張っていきましょうということで、まあちょっと今回緩い感じのこう25時間耐久ライブ大変だったなみたいな、こう緩い感じの動画になってしまったんですけど、まあたまにはこういう回もいいのかなと思って、はい、ということで今回はこんな感じで、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメント等々よろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。